はい、どうも皆さん、ケジオです。戦国小姫オンライン応援紳士やっていきます。ということで今回は22章かな、うん、大阪の乱編の22章ってよかったんかな。うん、この前21章見終わって、結局なんか、まあ、しずくちゃんはややちゃんに捕らえられてたは捕らえられてたんやけど、なんか逆に鬼の手が届かんようにしてくれたというかね、うん、いう感じになってて、結局まあややちゃんは鬼なんやけど中身はややちゃんというかね、うん。でコメントでもあったんですけど、その史実の何やった荒木さん、荒木村重、あのややちゃんのモデルになってる武将は実際に小寺勘兵衛、うん、まあ黒田勘兵衛を幽閉してた、まあ、閉じ込めてたっていうのがあったらしくて、それに基づいてんのかなっていう話もあったんで、ああなるほどなと思って、うん、見てたんですけど、そうだね、やっていこうかな。22章ということで9話か、まあ4話か5話見てからやな。うん、あとそう1個、次のイベントのやつがもうツイッターに上がってて、梅ちゃん小夜叉ちゃんとヤタガラスの2人やったかな、多分見た感じやったっすかね。次はいやー、しのちゃんこやんかったなていうか梅ちゃんまたなんって思ったんやけど、うん、多分ね、巻いてある髪の毛、ま、顔は完全に出てなかったけどしのちゃんではなかったから、あれ絶対梅ちゃんなんよな。まあでも小夜叉ちゃんがおるから、そのなんかライバル関係で、あと運動会、あよろずやじゃない、あと運動会っていう、うん、まあ名目なんで、まあ小夜叉ちゃんのライバルとして、まあ、梅ちゃんが出てくるのはいいんやけど、それやったら花嫁イベントの時にしずくちゃんとしのちゃんで出した方が良かったんちゃうって思うんやけどうん、ねえ、この憧れの披露宴の時に、そしたら綺麗に収まってたんでね。うん、てかまさかの梅ちゃんが2回目のイベントっていうね。まあまあまあ、そこは一旦置いておいてね。ということで22章の1話見ていきましょう。有岡に続いて天ヶ崎に塚口までか。さあ、なんか有岡周辺の城がもう鬼に侵されてるみたいな話もしてたっけ。うん、俺たちが摂津の陣地を放棄し淀川まで下がって2日、織田今川足利の連合部隊を率いて合流した久遠は俺たちの報告に小さくうなってみせた。来る途中で茨城城と高槻城は大丈夫だった？ああ、警戒はしていたが、どちらも薄気味悪いほど静かでな。うん。ひとまず物見を残してこちらを優先した。京への街道沿いに立つ茨城城と高槻城、そして有岡城の南側に位置する天ヶ崎って言ってたっけ。多分天ヶ崎やんな。有岡に続いて天ヶ崎塚口までか。天ヶ崎な。天ヶ崎城と塚口城。うんうんうん。もともと強力な支配者がいなくて、中小の豪族がひしめく環境にあった摂津は、城の数や密度でも他国とはだいぶ違う状況だったりする。うん。淀川の陣地には何度か牽制をかけてきましたが。クオン様たちは素通りさせたということは、京都を分断させるつもりかと。鬼ごときがヨラに圧をかけるか。随分と知恵の回る輩が指揮をしていると見える。そう、一応今機内を取り仕切ってる鬼がややちゃんかって、しずくちゃんが前回質問したんやけど、違う、まあ違うというかそんな器じゃないって言ってて、でじゃあ誰がしてんのって聞こうとしたら教えてくれやんかったみたいな感じなんやけど、でも今んとこその話の流れできたらもうササラさんしかおらんからな。
おそらくヤヤさんの背後にいる誰かでしょう、うん、でこれも一個コメントだったんやけど、そのササラさんがね、葵ちゃんとサクヤさんをなんか読んでね、お茶をしてたと思うんやけど、あれも結局やっぱ葵ちゃんとサクヤさんっていうのが鬼化したというかね、まあ葵ちゃんはまだなってなかったけど、まあさせられそうになったっていう共通点があって、その鬼に関係する2人を読んだみたいな、でお茶に何かを入れてたんじゃないかみたいな、まあ考察もあったりして、まあ面白いなと思ってたんですけど、いや実際ちょっとあるんじゃねえかなと思って、そういうの。ややが視界ではないか、うん、まあややちゃんは違うっていう、うん、彼女が視界ならもっと分かりやすく攻めてくるでしょうから。確かにな。して策はどう仕上がりますか。まずは高校の憂いを断つのが得策だと思い上がりますが、街道を塞ぐつもりなら塞がせておけばよい。雫も心配じゃし、天ヶ崎と塚口を落として一気に有岡へ攻め入った方がよかろう。いずれの城も一筋縄ではいかないと思いますよ。あ、何より有岡城こそ摂津でも指折りの剣城ですし。さすがお城好きのエリカちゃん、知ってんねやな。エリカはこの辺りの城は詳しいの？以前機内の調査をしていた時に一通り見て回りました。ついでに見てきたんやな。ことに有岡のお城は甚だ壮大にして見事なお城でしたね。そこの城主やってんのがまあややちゃんなんよな、一応有岡城と。この状況で不謹慎でしたね、うん、申し訳ありません。まあ城好きのエリカちゃんが惚れ惚れするぐらいの剣城ってことやから、まあそう簡単には落ちやん、うん、って感じか。小さくこほんと咳をしてみせるエリカだけど、有岡は前に行った時も相当健常だったイメージがあるし、その手前に2つも城があるとなると、あーやっぱね、やっぱ城落としが得意な健介くんでもそう思ったんや、健常っていう、うん。雫を助けに行けるのは一体いつになるんだ。ですので、うん、今回の策ですが。はい。なあ、しずく。何？いきなりなんか。ややさん。ああ。どうしましたか？普通に話し始めてるけど。いやな、ケンスケたち、織田の殿さんと合流したっぽいんだけど、南から一気に突っ込んできてな。え？ですがその浜ヶ崎や塚口のお城も鬼の支配下にあると聞きましたが。そうなんよ、ケンスケたちもそれは知ってるはずなんだけどさその辺ガン虫で有岡に押し寄せてんのよ。だから強撃した方がいいかなって思ってどう思う？しずくちゃんに聞くなよ仮にもやぞ、仮にもしずくちゃんはあれやで、ケンスケ君たち側のさ人間なんやから一応鬼側であるヤヤちゃんとは敵なんやで。それはちょっとないや、やっぱいいわ。そうやで、よく考えたら今のうちとしずく敵同士だもんな。今までの関係じゃもう俺ヤンクなっとるから、ケンスケたちもしずくを助けたいだろうしな、突っ込みたい気持ちはわかるもんな。うちでもできるならそうするもんな。あのややさん、うん、ややさんはややさんですよね。うん、ああ、ならケンスケ様たちと仲良くすることはできませんか。正直この鬼化したややちゃんならワンチャンいけると思うんやけどうーん、結構ややちゃんやもんな。なんで？なんで？うん、なんでって、うん、だったらどうして私は牢に入れたままにしてるんです。まあ、それはやっぱりしずくちゃんが友達やからってこの前言ってたもんな。うん、しずくはダチだからっしょ。そう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 、それはそれ、これはこれってやつ。まあいいわ。おーいお前ら、サク授けっぞ、集まれ。
屋さんな、マジで不思議なんよな今回は感じ。うん、今までにはマジでない感じやもんな。そのまあ特殊やったって言ったら、一応北条編がまあ特殊っちゃ特殊やったから、誰やった咲夜さんが一応もう鬼のふりしてたみたいな、感じで、いざよいちゃんをあのね育てるために鬼のふりしてたみたいな感じやったんやけど、今回は完全に鬼なんやろあれ。うん、ほんとそこが難しいんよな判断。しのちゃん、後方の物見から報告。南の天ヶ崎と塚口からも鬼が出てきたって。やりにくいと思うけどな、だいぶこっちとしたら。まあ鬼は鬼やからな。でもそうですか、そうですかって、迎え撃たなくていいの？挟め撃ちされちゃうよ。あ、ほらお兄ちゃんも心配だって。ああ、心配って言っとんの？すべて想定のうちです。おう、コロ、各部隊にこのまま北に進んで有岡城を攻めるよう伝えてください。まあしのちゃんが何の考えもなしにこんな攻めるなんて知らんからな。うん、まあ何かあるんやと思うけど。了解。でもいいのかな。うん、大丈夫です。今は有岡に一当てするのが最優先です。お姉ちゃん予定通りこのまま前進だって。そうで上がるか。大丈夫かな。シノが雫を助け上がるためにそう言い上がるなら信じるで上がるよ。そうだね。さて、有岡が見えてきたで上がる。総員攻撃用意。今川の猛者たちよ、我らが棟梁に恥をかかせるような戦ぶりを見せやがったら承知しないでやがるよ。ならば攻撃開始でやがる。うん、まあしのちゃんの策で有岡に攻撃を仕掛けるということか。まあ、しずくちゃんを助けるっていうのがまず一番やから。さすがにこの程度の戦力では有岡は落ちんか。白百合さん、しのさんからの合図です。よし、ならば我々も交代、東に停止するぞ。このまま鬼を振り切って一気に稲川を渡りますよ。総員急いでください。さすがしんがり、鬼どももまっすぐこちらを追ってくるか。とかが間に合えばよいのですが。それは心配なかろう。先発はすでに用意を終えておろうし、我ら機内の兵はとかには慣れておるでな。シノさん、エイリカさんたちの部隊稲川を渡り終わったそうです。なら、コロ、カラスさん、スズメさん、撃用意。目標、川を渡ってる鬼。ケンスケ隊もヤタガラス隊が合わせろ。撃ち方、構え。お姉ちゃんも思いっきりぶちかませって。ああ、そうやぞと。今回は言ってたな、ちゃんと。狙って狙って。ああ。有岡に一当てした後に迫ってきた鬼どもを稲川で一網打尽。はい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 、はい、悪くない手だな。なるほどな。ちょっとちょっかい出して追ってくるであろう鬼を、まあ、川までおびき寄せて、で動き悪くなった鬼を鉄砲で一網打尽と。なるほどな。うん、それで戦力減らすって作戦か。バラバラに攻めるよりも、うん、まとめて蜂の巣にする方が玉薬も無駄になりませんから。ああ、なるほどなるほど。何より雫の救出が最優先の状況で、のんきに城攻めなどしてはいられません。まあ確かにな。うん、一刻争っとるから。やれやれ、ここまで見事に鬼を的にできるとは思わなんだぞ。まああれやな、こっちの
なんやろ、クオンちゃんとかケンスケくんたちはまさかしずくちゃんが安全とは思ってないやろうでな。うん、そんな鬼の根城に2日ぐらいやっぱおるっていうめちゃくちゃ心配やと思うでな。うん、それはもう急がなあかんから。白百合さんも鬼の引きつけご苦労様でした。この程度はな。じゃがそろそろ茨城や高槻の鬼も動き出した頃じゃろうって。連中が背後から来れば途端に排水の陣か。ここで小波が隠れれば、いやーマジでな、苦伝無料で警戒も随分楽になるのですよ。マジ小波ちゃんってこの時代からしたらかなりのうーん、なんかチートみたいなもんやでな。今前も言ったけど、今こっちの現代ではあの苦伝無料やったらかなりいいと思うけどな。うん、いえいけませんね。ああ便利な技に頼りすぎるのは。いずれにしても、そうそうそう、ここまでは人事を尽くしました。まあコナミちゃん追ってくれたらいいけど、やっぱ今回みたいにやっぱおらん時だってあるんやから。うん、てかなんならコナミちゃんは一応葵ちゃんのとこの将やから、うん、ずっと本当にずっといるかって言われたらわからんからな。うん、あとは天命を待つしかありません。やっぱ一回楽を覚えるとね、もうそっちの方行っちゃいがちやから。うん、はい、うーん、次4話で今日は終わりかな、時間的に。クオンたちはうまく稲川を渡れたかな。シノの指揮じゃ、問題だかろう。遠くから鉄砲の音も聞こえてくるし、きっと作戦通りなの。ケンスケは他人の心配より自分の心配するし。あ、そういえばケンスケ君たち別なんか。そうだな、気を引き締めていこう。そう、クオン率いる本隊から離れて今の俺たちがいるのは有岡城の中だった。あ、なるほどな。ケンスケ君たちはまあ城の中入ってしずくちゃんを助けると。シノが有岡城に人当てすることにこだわったのは俺たち突入部隊を城内に送り込むためだったんだ。なるほど、それもあったんやな。そっちに聞い取られてるうちに、まあなんか別のとこから侵入するみたいな。して梅殿は雫殿が捕らえられている場所に心当たりは。あの時は逃げるので精一杯でしたから、城の構造から推理するしかありませんわね。姫野さん、偵察してくるのはいいけど、そっちも待ってるだけじゃすぐ鬼に見つかっちゃうよ。分かっていますわ。カズハ様やマリさんもいらっしゃいますし、ここは安全を第一に。気にせずとも良いぞ。ちょうど人暴れしたかったところじゃ。それ不穏なんよな、ちょっと。うん、ゆうちゃんとしても多分止めたいと思うで。久保様がよくとも織田の御夫君や今川の御当主もいらっしゃるのですが。マリちゃんも多分どっちかと言ったらこっち、カズハちゃん寄りやと思うで。俺はまあいつものことだし、まあ慣れちゃったと。マリも平気なの。まあせやろな。うん、だそうじゃ。うん、ああもうこの人たちは少しは空気を読んでいただけると嬉しいのですが。読めるようならこのようなところにはおるまいて。本当はカザーとマリは大事を取って欲しかったんだけど、この前の土地の木峠ほどこっちの戦力があるわけでもないし、今回の作戦は絶対に失敗するわけにはいかないからな。うん、冗談はこのくらいにして俺たちも動こう。とりあえず牢屋のありそうな場所ってわかる？まずは手近な建物が何に使われているか確かめましょう。うん、一つわかれば後の配置はそこから見当がつけられますわ。はい、まあしずくちゃんを探しに行こうということやな。まあなんで次は5から9まで一気に見る感じかな。うん、ということで、まあまあまあとりあえずしずくちゃん奪還作戦はもう開始ということで、まあ二手に分かれて、まあクオンちゃん率いる、まあしのちゃんとクオンちゃんが率いる部隊で鬼をおびき出して、まあ川で一網打尽にしてる間に、別動隊のケンスケくん、カズハちゃんたちがいる部隊が
有岡城に侵入してしずくちゃん助け出すということで、そんなうまくいくかなどうやろう。まあややちゃんは間違いなくいるから、まあ戦うことにはなると思うんやけど、どういう感じになるのかなっていう、感じで、まあ次回以降お楽しみにということで、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。